伊達公朝、伊達公州は、鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての武将を。後年、行州に改称した。下には十四位した宮内大輔、伊達氏七代当主。南朝側の武将として各地を転戦した。元行元年九月、元行の乱に際して、北条高時の命によって、機内への討伐軍に加わった。太平記などには、 だて入道と記されており、諸根正一らはこれを行朝に否定している。現行三年、正教二年に鎌倉幕府が滅亡すると、県務の申請下で、陸津守として下校した北畠明家に従い、同国の指揮表情集の一人として、大武行政の中枢に参画した。県務二年に、明家が足利高氏を追って成城した際には、大武所将と共に従軍し、 延元元年に帰国した。この留守の間に来た朝方の勢力が、盛んになり、多賀国府が脅かされると、国府は伊達市の勢力圏にある霊山に移った。延元2年には、惨敗に終わる北畠家顕家の2回目の正常にも従った。秋家の死後は、日立国伊佐軍の伊佐城に、一族の中村つねえな長らと共に立てこもったが、 高志冬に攻められ行朝と協調は囲いを突破し、事業へ降りた。昭平三年、上は四年五月九日、死去した。和歌にも通じており、風川和歌集などにも日衆した。和歌集での掲載名は、藤原浅村。中、掲符には、疑問点も多い。詳細は、伊達高志園を参照のこと。ありがとうございます。